新たなシーズンの幕開けです。サイドを取ったファンアラーノ、シュートを狙っていく、ポスト直撃、ファンアラーノ抜け出してシュート、3列目から来た川辺のところ、取りに来た川辺、スルーフェリーラー、家永、柔らかいボール、カップイン、まだ入っていく、そしてゴガラシュート、速いボール来た、ファンサイド折り返す、これでまた連敗、エメラルドかわして折り返し、さあ上田綺世コントロール、フィニッシュ、ようやく自分たちでネットを揺らしました、鹿島アントラーズ、右サイド広瀬クロス、上田綺世、これ合わせましたね、右のアウトサイドでね、右を使ってマンアラーノ、逆サイドエメラルド、アントラーズついにトンネルを抜けました。トスの攻め、シュートへ、おーいいプレーを見せました。狙ってくる樋口、これも大きい、手が鳴ってタイガース、ここにいるんだね、その全部を分かる、ランナーしたらシュートだ、樋口、その後若い選手がやるよ、慌てて打ってしまうとか、そういうのがないですもんね。クロスが入ってエメラルド、チャンスだ、当てます、そしてドーヒーでうまい、そのまま左足一閃、泉が決めて先制点、前を向く足元のファンアラーノ、逆転、そしてイサオのシュート、センスボール、緑リード下げながらこのアディショナルタイム逆転成功、ボールを奪ったレオシルバからニアでいくシュート、内田篤人選手がこの試合を最後に現役を引退するという驚きの発表がありました。さあ場内からは拍手が送られます。内田篤人、内田から内田を使う、内田からもクロス、場内が通した拍手、そして内田から長いボールを入れていく、このセカンド取りたい、このセカンド拾って、荒木からのクロス、ヘディングの上がってきた、入れたいです、サッカーを通じて出会えた全ての人たちに感謝します、また会いましょう。優勝するために日々全力を出して鹿島で終われる幸せっていうのもすごく感じてます。